サルバトーレ・アントニー・ロブロは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、サンタモニカ出身の元プロ野球選手。2017年からは、MLB のアリゾナダイヤモンドバックスの監督を務める。発音指示によると、ローベローとなっている。愛称はサル。ヤクルト在籍時には、トレイ・ロブロと登録されていた。1987年の MLB ドラフト5巡目で、 デトロイトタイガースから指名され、プロ入り。1988年にメジャーデビューし、その後は7球団を渡り歩いた。チームの選手会長を務めたこともある。2000年、35歳で若松務監督率いるヤクルトスワローズに入団した。内野すべてを守れる器用な選手として期待されたが、土橋克幸岩村明則 池山隆貫羅層の厚い内野人と自身の年齢的な衰いにより、わずか1年で退団した。トロントブルージェイズでのコーチ時代引退後は、マイナーリーグで監督を経て、2011年より2年間、トロントブルージェイズの一類コーチを務めた。2013年から2016年までは、ボストンレッドソックスでベンチコーチを務めた。2007年オフには、ピッツバーグパイレーズ。 2011年オフには、レッドソックス。2013年オフには、シカゴカブスの監督候補として、名が上がったことがある。2015年8月14日から監督の、ジョン・ファレルが、アクセリンパュの治療で休養するため、シーズン終了まで、監督代行を務めることになった。2016年11月4日、ダイヤモンドバックスの新監督に就任することが、発表された。 就任1年目でダイヤモンドバックスを6年ぶりのポストシーズン出場に導き最優秀監督賞を受賞した。ありがとうございます。